武装したアマゾーン。ピエール友人、エミール・エイベール作。アマゾーンはギリシア神話に登場する女性だけの部族。ピンダロスなどにアマゾニスの別型がある。日本では超音記号を省略し、アマゾンと呼ばれるが、この語は、それが由来となった地名などを指すのに使われ、主にアマゾネスと呼び分けられる。フランス語ではアマゾーヌ、ポルトガル語ではアマゾナス、スペイン語では アマソナスという。神話上では、軍神アレースとニュンペイのハルモニアを外する部族で、当時のギリシア人にとっては、北方の未開の地カウカソス、スキュティア、トラーキア北方などの国海沿岸に住んでいた。国海はかつてアマゾン海と呼ばれていたこともある。アマゾーンは国海沿岸のほか、アナトリアや北アフリカに住んでいた。実在した。 母系部族をギリシア人が誇張した姿と考えられている。イラン系の遊牧民族スキタイでは女性の地位が高く女性も戦う訓練を積んでいた。またそのスキタイを滅ぼした遊牧民族サルマタイにも女性の戦士がおり、諸女のうちは戦士として馬に乗って弓や投げ槍で戦い、敵を三人打ち取ると結婚して家庭に入ったとヒポクラテスは記している。以下は 神話上における描写である。アマゾーンは馬を飼いならし戦闘を得意とする、狩猟民族だったと言われる。最初に馬を飼いならしたとも言われ、騎馬民族であったようだ。アマゾーンは弓の他に、槍や斧、隙イ風の半月型の盾で武装した騎士として、ギリシア神話中多くの戦闘に参加している。後のヘレニズム時代にはディオニューソスもアマゾーン性伐の主人公となっている。 基本的に女性のみで構成された狩猟部族であり、子を産むときは他部族の男性のもとに行き交わった。男児が生まれた場合は殺すか、障害を負わせて奴隷とするか、あるいは父親のもとに引き渡し、女児のみを後継者として育てたという。絵画では古くはスキタイ人風のレオタードのような民族衣装を着た異国人として描かれていたが、後代には 道理や人風の片袖のナイキトーンを着た姿で描かれるようになった。アマゾーンの語源は弓などの武器を使うときに右のチブサが邪魔となることから切り落としたため、A、マソスイコール父なしと呼ばれたことからとされるが、これは近年では民間語源であると考えられており、すべてのアマゾーンが右チブサを切り落としていたわけではない。アマゾーン、アマゾネスは、 強い女性を意味する言葉としてよく使われる。また、南アメリカのアマゾン側もその流域に女性のみの部族がいたという伝説があることからそう名付けられたと、する説がある。ヘイラクレースと戦うアマゾン。アッティカの黒いキアンフォラより、紀元前530年から520年頃、ヘイラクレースは12の仕事の一つとして、アマゾンの女王ヒッポリュテイの持つアレースの帯を取りに、 行かねばならなくなった。当初、ヘイラクレースは、アマゾーンの国に乗り込もうと考えていたが、争えば後々、わだかまりを残すと考え、無理を承知で交渉に踏み切った。しかし、ヘイラクレースたちの予想に反し、ヒッポリテは、ヘイラクレースを客として迎え入れ、帯を渡すことを約束した。しかし、アマゾーンの一人に変装したヘイラーが、ヘイラクレースたちは女王をさらおうとしていると先導し、 アマゾンたちとヘイラクレースたちとの間で戦いとなった。ヘイラクレースはヒッポリ帝に図られたと思い込み、弁明する彼女を殺して帯を奪い去った。後に、それが誤解であったことに気づいたが、もはや後の祭りであった。またテーセウスは、この時ヘ、ヘイラクレースと共にアマゾンの国に攻め入ったとも、また別の時に攻め入ったとも言われ、ヒッポリ帝の妹、アンティオペを奪い去り、 結婚して自分との間にヒッポルトスを産ませた。アマゾーンたちはテイセウスの治める国や邸内に攻め込んだ。アッティカのアレオスパゴスオカにジを敷き激しい戦いが行われたが、最終的にアマゾーンは破れ去った。ギリシア人と戦うアマゾーン。紀元前180年頃の石棺より、ホメーロスのイーリアスでは、 アマゾーンは一時キリキア近辺まで勢力を伸ばしていたがベレロポンとプリアモスによって撃退された。しかしトロイア戦争においてアマゾーンはトロイア側に着いた。これは女王ペンテシレーがテイセウスとの戦闘の際に誤って全女王ヒッポリテイを殺してしまいその食材のためであったとされる。アマゾーンは女王 ペンテシレイヤーに引きられ勇敢に戦ったが、女王はアキレウスに撃たれてしまう。アキレウスは死に際のペンテシレイヤーの美しさを見て、恋に落ち、彼女を殺したことを嘆いたという。ありがとうございます。